のラーメン屋来たらもう一番普通のやつを食うってのがとりあえずポリシーさ。そうだね、マグリも食って1個2人で食う。あ、全然いいっすよ、マグリ全然いいっすよ。とりあえず特製でおにぎりとかも買ってこない。お米が欲しければって感じですか。すげえ、またちょうどいい時間に来ましたわ。ね、おにぎり2貫で400円みたいな。しめ鯖マグロちょっと気になりますね。なんか推しっぽいですもんね。ウエストウエストウエスト。朝11時ですけど、今サクソンレーシングさん川越のオルネランド行って、でメガクルともに教えてもらった、四つ葉に来ています。で、あ、何やらこう埼玉ナンバーワンと言われてるらしいんですけど、変わったねメニューがありまして、寿司2貫ありましてですね、まあ、そういうのもちょっと気になるので来てみました。だって俺が全部喋ってるんですか。それ新しいかなと思って。新しいっすね。出演者が一言も喋らない。お、進んだ。でも開店前からも行列がねすごいね、うん、あんまりラーメン食べないんだけど、うんうん、お勧めしてもらったんで、はい、細川さんありがとう。楽しみです。マグリそばがちょっと有名っぽいですね。あ、そうだ、なんか、うん、出た、これが噂の、はい、しめさばとマグロの赤身だ。でもあれらしいですよ、あの海のない県の方が、海のない県山梨県が一番寿司の消費量多いらしいです、はい、珍しいですよねラーメン屋にお寿司なんかね。どうです、チャレンジさん、いいじゃないですか。ラーメンチャーシュー丼の代わりにお寿司2貫ですね。だから寿司2貫それイカっすね。チャーシューを盛りしたらよかったかな。まあでも2個あるから。そうです、ハマグリラーメンも食べるよ。僕は割とこういうご飯系は後に食べる。おお、はい、あ、うまそう、ボリュームが。並びも1回転目で入る。うまいですか。いや、綺麗。醤油ですね。ちゃんと飲める系だね。マジっすか。うん、これは早く食べたくてしょうがない。はい、もうこう置いて食べる。うまっ。めっちゃうまい。大人になった高いやつでも美味しいやつ。鶏のチャーシュー、もうチャーシュー 1,2,3,4,5枚もうすでに入ってる、うん、麺もブニブニブニで美味しいっす。細麺、細麺鶏チャーシュー、うん、ありがとうございます。うまいっすか。うまい、浅い、うん、ラーメンってさ、体にこう良くないイメージをあります、まあ、持ってたけど、多分こういうのは良さそう、割と逆に時間帯的には午前中ですけど、朝食っても全然いいですね、うん、そうやったら、あと出汁とかっていいじゃん。はい、そうですね、ちょっと確かにお吸い物感が、豚チャーシュー食べました、めっちゃ美味しいっす。勝手に食ってた。何も言わせてた。メンマって何でできてるか知ってる？タケノコ。違う。
この粉だと思ってます。酒の粉、粉の粉、酒でしょ、酒なんすか、酒の粉だと思って生きてました。メンマ、メンマって伊達の購入さん発酵させた加工食品のことなんですよ。酒の粉、当たり前みたいな。メンマうまうまいね。うまい。でもなんかこだわり感じるね。うん。特製のハマグリとかでございます。ワンピーナでお茶してください。出た。ちょっとまた色味が塩っぽいというか。うん。ハマグリ。ハマグリ。うまいですか。うん。まあ、うまいですね、これは。会ったことあります？いらっしゃいませ。一緒にやってはないですか？軽く挨拶したぐらい。どんぶりちっちゃめだけど、ね、ちゃんと量ある、うん、あ、そうなんですよ。割とあら、うわ、海が広がりますな、これは。鼻水が熱いもの食うときあるんです。メンスするとうまいっすよね、うん、味が広がる。買い出しラーメンってなかなか聞かないですもんね。どうしよう、飲みちょうだい。あ、もちろん、もう好きなの食べてください。あ、この中で海が広がってるんですわ。オホーツク、何うまいこと言ったみたいな感じだけど、別に全然ない。ラストチャーシュー、チャーシューがうまいっすね。ラーメンの最後にガリ食うっていい、さっぱりする。うん、それ結構クルクルだ。昨日よりかかってる感じしますけど、ね、それ整髪料つけてるんですよ、うん、なんか今日クルクル目でセットしてきた、うん。やば、超腹いっぱい。いやー、どうでした？美味しかった。美味しいですね。お母さん、ありがとう。はい、ちょっと、まあ、せっかくね、川越まで、札幌から川越まで来たから。よかったね。いや、よかった、本当に。え、帰る？なんかどっか、小江戸巡りします。小江戸巡り。川越って小江戸なの？小江戸ですよ。江戸になり。あったかいね。あったかいんすよ、この車。いや、車っていうか。あ、外気。ごちそうさまでした。中華そば4つ。